こんばんは。うつうつだなしなチャンネルのまーちゃんです。ウィッグの紹介をもう一個いきたいと思います。ちょっとね、さっきお外行ってたので、ニット帽かぶっております。可愛くないですか、これ。うちの旦那さんが買ってくれた、シュプリームとカンゴールのコラボのニット帽になりますね。かわいい。あったかいし、かわいいです。はい。では、ウィッグのご紹介をしていきたいと思います。で、今回ご紹介するウィッグが、ピンクエイジさんのウィッグですね。はい。で、なんか結構ピンクエイジさんのウィッグって、なんかレビューを見てると、なんかすごく高評価なので、気にはなってたんですけど、なんといっても私、お高いなと思ってたんですよ。この子、もう1万7000円、400円か300円か、1万7000円ぐらいしました。で、でも、なんかね、結構高評価なので、買ってみようかなと思って、買ってみたんですけど、で、今回の商品名ですね。自然つむじウィッグ手植えトップカバーサイドバンググラムカールモースト原子のグラデーションマットというお色になります。でピンクエイジ、もうちょっとね、開封した跡があるから恥ずかしい。ピンクエイジさんってね、昔もなんか普通のウィッグを購入したことがあったんですけど、なんかね、いろんなおまけつけてくれるんですよね。で、今回はトップカバーを注文したので、なんか前フルウィッグを注文した時はいっぱいついてたんですけど、なんかやっぱり今回は前回と同じこの可愛いピンクの、ブラシと、あとヘアゴムとクリップじゃないか。あれだ。あれな。ヘアピンが確かついてたような気がします。で、この子、ありがとうございます。使わせていただきます。ウィッグ用のブラシってね、結構高いんですよね。ちょっとウィッグのブラシ、ご説明してもいいですかね。あ、汚い。私、持ってるウィッグのブラシなんですけど、これね、なんか、このウィッグのブラシはアデランスさんだったと思います。アデランスさんで買った2000円近くするウィッグのブラシですね。で、ちょっと汚いな、毛がついてます、ごめんなさい。このブラシは、これもアデランスさんで1000円ぐらいしたかな、ブラシになります。静電気がね、起こらないようにっていうブラシなんですけど、ウィッグってほんと静電気が、大敵なんですね。はい。では、ブラシの説明はいたしました。ですね、今からピンクエイジさんのウィッグをつけていきたいと思います。で、その前にですね、ピンクエイジさんのこのトップカバーの特徴をお話ししたいと思います。お色味は、マットブラウンということなんですけど、結構明るいですね。私の地毛も明るい方なんですけど、かなり明るいなって思います。マットブラウンでこんな感じですね。さっきの、ちょっと待ってくださいね。リネアストリアさんのハニーブラウンプリンと比べてみましょう。はい、連れてきました。色選びで結構ね、ビッグ悩むことがあるんですけど、こんな感じですね。こっちリネアストリアさんのハニーブラウンプリン、こっちがピンクエイジさんのマットブラウンだったかな。もう本当に覚えられ、マットブラウンでグラデーションタイプのものになりますね。はい。
ちょっと違いを見ていきましょう。こんな感じです。で、つむじの方は、かなり薄いんですよね。ピンクエイジさん、軽いです。で、リネアストリアさんは、こんな感じで、I 字の、こういう人工頭皮がついてます。で、ピンクエイジさん、すっげすけ。さて、このすけすけが、本当に、人工頭皮どこにあるのかなっていうぐらいスケスケなんですけど、どうなるのかちょっと気になるところですけど、こちらごめんなさいね、こっちはリネアストリアさんですね。今回紹介はこっちなので、ちょっと試しにこれをつけたいと思います。でピンがですね、あとそうそう、この子ピンが全部で7個ついてます。かなりしっかり固定されるんですよね。そう。で、ここはもうなんかネットみたい、シスルネットになってます。でね、なんかもう軽いんですよね。持ってても。では、いきます。えい。で、私、今、センター分けだったので、ちょっと待ってくださいね。このセンターに合わせて、これ前髪が、なんか、パッツンじゃないので、なんか、カットしたりとかすると、なんか変な風になっちゃうから、あんまりなんかやらないでくださいねっていう風に書いてあったので、そのまま使おうと思ってるんですけど、で、肝心のですね、あの、ベースなんですけど、やっぱりですね、まあ、リネアストリアさんと同じぐらいですね。で、まあ、ちょっとごめんなさいね、見てもらうとわかるんですけど、ここですね。ここです、後ろが。パチン。どうなってるんだろう、後ろ。私、わかんないや。こんな感じになります。で、人工頭皮があんまりこう、ね、わからなかったんですけど、私今こう、センター分けで、こうやってて、ここであんまり、こう、なんかないか大丈夫かなと思ったんですけど、結構自然ですね。センターで合わせてやると、装着すると自然な感じになりますね。はい、ではなじませますね。おう、すごい軽い。なんか軽いっていうのは聞いてたんですけど、本当に軽いです。でなんかね、こうカールが横についてて、ちょっとお姉さんな感じになりますね。あのサイト見るとすごい綺麗なね、お姉さんがつけてるんで、ああいう風になるのかなと思いきや、私がつけるとそうではないという。うん。あ、でも私は、どっちかっていうと、そんなにカールっていうよりかは、まあ、こっちの方が好きかな。うん。結構でもなんか、赤みが強いような気がしますね。肉眼で見ると。ね、本当に毛がサラッサラです。うん。で、軽いですね。こんな感じ。後ろどうなってるのかな？後で見ても。くる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 。こんな感じですね。結んだりとかして、もう。こんな感じですね。ちょっとやだ、なんかお姉さんっぽい感じになります。いつも私前髪必須なんであれですけど、まあ、センター分けもなかなか良いのではないかと思います。でちょっと一つ思ったんですけど、私これなんかこんなにあの素敵ななんかウィッグつけてて、ふとなんか思ったんですけど、
美容院に行きたいですね。最近美容院に行ってないんですよ。こういうね、なんか伸びてきちゃって黒いのが目立ちますね。これ、ほら。なんでちょっとこれは美容院に今行かなきゃなって思いました。この辺とか、中が暗いんで、あれですけど、いかがでしょうか。綺麗な、なんか私は綺麗じゃないです。綺麗なお姉さん風のトップカバーですね。リネアスじゃない。ピンクエイジさん。こちらになります。こんな、昔 AKB の子たちが、なんか盾持つときこうやって持ってましたけど。はい。ピンクエイジさんの、なんだった?新作の、トップカバーになりますね。手上トップカバー。サイドバング、グラムカール、モーストゲンし、グラデーションマットブラウンになります。はい。こんな感じです。お化粧したらいいのかな?しっかりするかな?こんな感じですね。では。ちょっと、でも、髪の毛の、ウィッグの行き場がわからない。はい、ではとか言って、気になっちゃって、センター分けが慣れてないので。では、こんな感じで、ありがとうございました。まーちゃんでした。おやすみなさーい。